みんな、もしかして同じ夢見てた？それって…男にキスされそうになる夢見たんじゃないの？お金が空から降ってくる夢に決まってんじゃん。二人ともつまらない夢だな。クレーンゲームで無限に遊ぶのが楽しいに決まってるよ。確かに。クレーンゲーム、クレーンゲーム、クレーンゲーム、クレーンゲーム。うるさいよ、何騒いでんのよ。ママ、私たちクレーンゲーム行きたい。お金ちょうだい。お黙り。これからママはね、デートなんだけどね、もうテンションぶち上げーなっちゃってね、もう銀行からも全財産も下ろしてきたっていう話やっちゃ。じゃあちょっとぐらいいいじゃん。ダメよ。ケンチ。なんでって？油。油は油を油よ油。ペペあちゃれ。ペ。汚れ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 。ほら。三人組、三人の豚。もうあんたたちに構ってる時間ないの。あ、もうデートの時間。さ、行ってくるからね。ヒャッホー。はぁ、行っちゃった。何する？はぁ、ママのお財布が。あ、ママお財布忘れ。待って、これはチャンス。注目。ママのお金を使ってクレーンゲームで遊ばないか。賛成。そうと決まれば早速ゲーセンに行くぞ。相手の男そうやね。もう来るまでカフェでも寄ってよるかしな。あ、あれ、うわ、財布入ってない、忘れた、じゃない、あの子たちだわ、きっとあの子たちが財布を盗んだんだ。あー、まったく。ゲームセンター到着、イエーイ。何からやる？こんなにお金使えるんだもんね。そんなの決まってるよ。まずは貸し切りっしょ。無理で。いらっしゃいませ。すいません、今からゲームセンター貸し切りできますか？貸し切り？そんなん急に言われましても。できます、少々お待ちください。ピンポンパンポン、ご来店いただきありがとうございます。当店はただいまより貸し切りです。今すぐお帰りください。パン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 。今すぐ帰ってか。ここまでだ、貸し切りなら帰らな。本当に貸し切っちゃった。ねえ、次ニーニー、貸し切ったならこれでしょ。これで OK、 いくよ。何するつもり？必殺ソードリッセン。ふぅ、ちょろいもんだぜ。すごい、何が起きようとしているの？こんな裏技、お金持ちにしかできない。まさか。一列ゴルフの景品を一撃で取るなんて、こんなクレーンゲームは分かったんだ。それでお会長は何して遊びたいの？これは、とにかくいっぱい遊びたい。結局それが一番だよね。手に入れて、なんやかんやあってこの世界を征服してやるのさ。その上にバカなことをやらせて、おとなしく捕まえなさい。警察なんて来る気に。やばい、どうしよう。とにかく見つからないように隠れてよ。そんなのダメだよ。このままじゃあいつに世界が征服されちゃう。それに景品だって渡すわけにはいかない。確かに、ここでせっかくお金が使えるのに諦めてたまるもんですか。二人がその気なら、長女として見届けるよ。うん。
まずは武器。さっき変なクレームゲームがあったでしょ。それはミーミーに任せる。ゆっくり行け。あとはおとり。おかえちゃん、おとりになって。わかった。よし、いってやりますか。残されたお金はあと少し。必ずこの武器をゲットする。お願い。やったー、ゲット。ほらほら、俺には誰も逆らえねえ。あら、イケメンさんがいるじゃない。こっちおいで。誰だ。キュウリ、かわいいから行っちゃおう。プチリンコ先生、ビリビリは効いたか。くそー、ガキのくせにお前調子乗りやがって。えっ、やったー。これで世界の平和は保たれたわよ。二度とこんな真似すんじゃねえぞ。私たちが貸し切ってるのよ。さ、まだまだみんなで遊びましょう。に乗りすぎだな。こんなことで俺がやられるとでも思ったか。トミちゃん、妹を返しなさい。はぁ、返せって言われて返すわけねえだろ、バーガーが。ふぁー、返しなさい。はぁ、あんたたち、私から盗んだお金今すぐ返しなさい。ママ、あんた、邪魔。あんたたち、ママの財布を盗んで遊びに行くなんて聞いたことないわよ。ごめんなさい。なんでこんなことしたのよ。逮捕のご協力ありがとうございます。覚えてろや。何あいつ。私たち今世界を守ってたの。うんうん。何わけわかんないこと言ってんのよ。あんたたち家に帰ったらたっぷりお仕置きよ。だけど、せっかくゲームセンターに来たんだから、ちょっと遊んでいく？え、いいの？やったー。でも、ママ、デートは？それがね、ママもね、騙されたみたい。気晴らしに、クレーンゲームでパーって使いますか。はい、じゃあママのお金は？あ、全部使っちゃった。はぁ、私の全財産よ。はい。